こんにちは、ふくです。こんにちは、ふくにだリピカクテイ。1月もたくさんのスキンケアコスメを使いました。もう本当に本当にもう顔足りないですよね。今見ている皆さんもきっと僕のせいで顔が足りないと思っています。はい、すいません愛用したスキンケアコスメがいや非常に多いんですよ。この企画内でコーナーを3つ設けます。ではまず一つ目、1月新しく使用したものおよび特に気に入ったものを、まあその前からも使っているものでやっぱりこれもう一回紹介したいなっていうものがここにも入っております。もう多いんですよねなんか新しいコスメスキンケアちょこっと使ってまた新しいの使ってすごい贅沢な使い方しててちょっといやもう怒られそうだなお母さんに。新しいものたくさんありまして、例えばですけどスプレーセラム、それすごい気に入ってて、それのバランシングバージョンが出てたんですよね。ダルバホワイトトロップバランシングウォータークリームとバランシングスプレーセラムスキン。バランシングってことで油分と水分のバランスを整えるセラムなんですよね。最初にこれを使っていいと。こんな感じでね、ここの1番目のこの新しく使用したスキンケアコスメのコーナーはサクサクいきますね。 9.3 からいただいたこちらもね、はい、使用させていただきました。ガチで人気の商品ですよね。ダッセンのブラックパール酸素バブルマスクね。であと結構使ってみました、マニョゴンジャン魔女工場のグローサンクリーム。今もちょっとこれ使ってるんですけれども、わかりますかね、ハイライトとか使ってないんですよ。でもこうやって光が当たるとね、ハイライターっぽくなってるんですよね。なんかツヤ感すごい出てきます。グローっていう名前だけあって、今日は魔女工場のこのグローサンクリームとあとこれしか塗ってないんですよ顔に。これもマネージャーが実費で買って試してみてくださいと言って送ってくださいました申し訳ないな。韓国で結構人気らしいんですよこれも。アイレノルってやつでクマが消えますもうまさに僕のための、あんなにいつもクマがさもう顎下まで降りてくるぐらいもうクマひどいねパンダみたいな僕がね、これ一個でクマがなくなった。ただ使用してる感じはこんな感じでちょっとコンシーラーに近い、でもコンシーラーほど重くないです。クリームとコンシーラーの間って感じですね、使用してる感じとしては。なので寝る前はダメですよ、朝ですね。いやークマが薄いね、いつもに比べてね。目周り、皮膚が薄いところ用にね作られているので、めちゃめちゃ皮膚にも優しいです。はい、次、自分が出ているコスメティックエイトの番組を見て、あ、ちょっとまた使おうと思ってまた出しました。はい、キルカバーのグロークッションですね。02番ランジェリーです、僕が使ってるのは。でさらにもう一つ、はい、 9.3 からいただいたもので、これちょっとごめんね、指紋がすごいついてるからさじゃん、シカセラムクッションですね、キルカバーの。これもすごいね気に入って、あ、ちょっと言っちゃった、後でもう一回出てきます。あとサブチャンで撮ったんですけど、ラロシポゼのトラブルケアスパエッセンスっていうやつでして、前僕セラナ大魔王の動画かな、眉間の真ん中にニキビができそうだったんでお薬塗ってますっていう映像があったんですけど、もう終始ここにお薬塗った状態で動画撮ってたんですけど、それこれです、ラロシポゼの。これ塗ったらニキビができずに消えましたよ。ほらここになんかちょこっと赤くニキビできそうってなった時だったんですけれども、ニキビで話出たんでもう一回、アイソイのこのね、これもニキビとか肌荒れ赤みのところに使う、これすごいねとろみがすごいんですよ。クリームの前にこれを塗って、でクリーム塗って、で寝る直前にもう一回これを薄く塗ってから寝るとめちゃめちゃ肌荒れ治ります。ただスポット的なので顔全体には使用できないっていうか、まああんまりおすすめしないかな。そしてエチュードハウスのフィックス&フィックストーンアッププライマーラベンダーです。はい、ブルベなのでちょっとこれ、あ、これあれか、赤抜け方法の動画でも紹介したプライマーですね。で1月結構使ったなと思ったセラムを1個だけ持ってきました。普段から愛用してる1軍とはまた別にね、これも1軍なんですけどね、ラウンドアラウンドグリーンティーシカインテンスセラム、これもセラム大魔王の動画でも紹介しましたが結構気に入ってます。あとはロマンドの福袋に入っておりましたネオンムーンのシリーズのクッションファンデと、あとティントだけど、まあグロスに近かったです、使用した感じはあまり色はつかなかったです。あとこれも使わせていただきました、アミュージュのティントですね。結構このね、ウォーター感の強いティント好きですね。はい、そしてブラックヒョクオーダーの時に使っていたティントはこちらです、メイビニューヨークのスーパーステイマットインク280番、チョコレートに近い色ですね。マージーか日本語だとのティント、結構濃い色合いなんですが、
実際塗ってみると結構やんわりした色合いに、まあ薄く塗ればね、広げれば。あとつい最近動画僕公開しました。実はあの動画撮ったのは1月の中旬ぐらいなんですよね。その動画で紹介した即サル V セラム、これさ、サムネのビフォーがなんかどうのこうのとか言ってるけど一緒だから、純粋にさ変化があって、しかもそれをさ写真だけなら疑われてもしょうがないけど、映像でさビフォーアフター見せてて明らかに違いが出てるのに。お次はこちら、これね、あのこの前セラム大魔王の時にもちょこっとだけ紹介しました、ラビオット、あのデパコスです。コラーゲンクリーム、こちらクリームが下にあって、さらに上も外れるんですね。でこれ電池も入れてあるんですけど、この V カップと同じような感じで肌が触れた瞬間にもう振動がするので、当てるだけでこの中のくぼみに肌がどん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 こう吸い付かれて、リフトアップ効果、肌弾力のアップの促進につながりますので、という感じです。はい、まあ、あともう一個、バスタイム中によく使ってたもの、結構使ったかなと思って、スキンフードブラックシュガーパーフェクトエッセンシャルスクラブ 2X 棒読み、スクラブ系なのであんまり強くゴシゴシはダメですよ。で肌が弱い人もあんまり良くないです。ただこれ優しいのがシュガーなので、こうやってスクラブでこうやってマッサージしてるとだんだん溶けます。でスクラブ系って結構スクラブ剤がずっと残っていったりする洗顔フォームも多いんですけど、これは撫でれば撫でるほどどんどん溶けていくので、そんなに刺激がずっと与え続けるってわけではないので、すごく良かったですね。いや喋りすぎなということで、今月買ってよかったガチ愛用お気に入りは、まず一つ目、はい、クリオキルカバーシカーセラムクッション。色がちょっと明るいんですけれども、なんなら色選べるしね僕が持ってるのは03番リネンですね。単純にあのめっちゃシカートナーの匂いがするんですけど、僕はそれがすごい好きなんですよ。肌いたわってるな、でもファンデーションでちゃんとカバーしてるな。しかもキルカバーといったらね、カバー力の高さもすごい優秀ですからね。グロークッションもいいんですけど、カメラの撮影のみだったらこっちですね、グロクッションで、日々のいたわり、あとマスクにつきにくいのでね、こっちの方が、シカクッションの方がね。そして肌荒れ、肌トラブル時に使ってほしいスポットエッセンス、はい、ラロッシュポゼのこれですね。純粋にターンオーバーを正常化させる働きの手助け、これもすごい気に入りましたね。ラビオってこのクリーム、これも気に入りました。いやーいいね。クリーム塗ってこれの上でマッサージしたら、翌日朝起きた時肌ブルブルなんですよ。でしかもこの振動付きこのマッサージ機、これでねすごいんですよ本当に。売ってるかな、ちょっと売ってたらあのリンク貼っときますね。まあ似たような系統で言ったらこの V セラムも良かったんですけども、これ正直まだ使って1週間も経ってないんですよね。だから今ちょっと気に入ってますっていうのは違うかなと思ったんで、ちょっと今回は控えます。あとこちらもお気に入りですね、ダッセンのブラックパール O2 バブルマスク、これも良かったね。優しいんですよ、優しいんですけどしっかり毛穴の奥までちゃんと届いて洗浄できるから、優しいけど洗浄力はしっかりある。毛穴の角栓、ホワイトヘッドよりもブラックヘッドに悩んでる人向けかもしれない。日々のというよりはそのなんかちょっと汚れが溜まっちゃってるよっていう人向けですね。まああとはプライマーですね。僕と同じでブルベの人はラベンダーがおすすめです。結構いい感じに肌を明るくしてくれるので不自然じゃなくね。そうだ、あと使用したパックの中でもまあ特に気に入ったパックは1、2、4種類ですね。ボタニックヒルゴプロバイオダームリフティングマスクですね。これは僕が前動画でも紹介したんですけど、勝負の日の前日はもうほぼほぼこれです。めっちゃいいですこれ。あの僕これのクリームもめっちゃ愛用してるんですよ、アンチエイジングとして。普通にリフトアップされて翌日朝起きた時に張りを感じるんですね、肌に。それぐらいすごい僕は気に入ってます。密着力の高さで言ったらアビブも捨てきれない。そしてマニョゴンちゃんのこのアンチエイジングのアンプル、僕もう何回紹介すんねんっていうぐらいお気に入りですねそして肌のくすみが気になるマスクで、ちょっと肌が擦れとか摩擦とかでね、肌全体のトーンを明るくしたい、ブライトニング効果の得られそうなものが欲しいという時はネイチャーリパブリックのビタペア C のマスクシートがおすすめです。うん、これのデイリー用を僕愛用してるんですけども、こういった一個一個ねちょっとリッチなシートになっているマスクもたまに使ってあげると密着力も高いのでいいですよね。ですかね、まああとは純粋に洗顔フォーム、これとこれをちょっと一緒に使う時もありかなと思います。はい、まあスペシャルケアとしてね、毎日はダブルはちょっときついので、最初にこれである程度の黒ずみと毛穴が綺麗にして、その後これ濃密なんですよ、めちゃめちゃ泡が肌を明るくしてくれるので。やっべ
喋りすぎた。あとやっぱり何ヶ月経ってもやっぱこれの紹介はしたいなと思っちゃうぐらい、本当にベスコスのお気に入りはやっぱりこれですね。ボタニクヒルボーのダーマディフェンスビタミントーニングサンクリーム、 SPF50 プラスの PS プラス4つで、サンクリーム、化粧下地、トーンアップ、あのブライトニング効果もこれ1個でもう十分です。でもうちょいカバー力欲しいなって思ったら、これの上にクッションファンデを本当に薄くつけるぐらいですね。ちなみに1月に僕が使用した、自分で購入した韓国コスメスキンケアに使用した金額、合計金額43,290円。いやでもそれだけ毎月ね購入して試してるんですよ。ごめんなさい、単純に好きなだけです。2月はちょっと購入金額を抑えたいなと思っております。では最後にこの企画いきましょう。新しく購入したものや届いたものを1分で紹介して締めくくるコーナー、 GO！はい、まずこちらはですね、日本のコスメさんからいただきました、エトボスっていうコスメ会社さんですね。ナチュラル BB 保湿美容液ファンデーション SPF32PA+3 つと、エトボスモイストバリアクリーム、保湿クリームですね。そしてこちらミストセラム、あ、ミスト状の化粧水セラムですね。これまたスプレータイプですね。ちょっと後で使ってみましょう。そしてこちら、はい、まずこれは何ですかね。 What's your name? おう、私の名前を聞いちゃう、私はヒョクというものですが、こちらは何でしょうか。すんごいたくさん入ってる。あ、ティントっぽいですね。リップ系ですね。こちらメイク系ですね。うん、これファンデーション21号ですね。はい、まあちょっと今回はね、新しくいただいたものを軽く、わ、かわいい。ネーミングっていうブランドですね、全部で。こちら大量にあるんですけども、箱からは想像もできないぐらい黄色い、まあユズですね。アクネだ、ニキビ用だこれ。あー、これ見たことあるかも。あ、スキンブースターだ。カーミングトナー。アビブのスキンブースターか。あ、たくさんありがとうございます。